はい皆さんこんばんは今週も始まりました「TONIGHT5」木曜日ですこの番組は毎日23時から24時の1時間吉本の若手芸人が一組登場して皆さんと一緒におしゃべりしていこうという番組でございます<お>さあ本日木曜日の担当はハイビスカスパーティーですがお久しぶりのね、はい、ゲストを。

一最後に出たのが多分まだ二人一人の時そうですねそうですねあそうだそうだ千秋さん千秋がいなくてで千秋さんと初めてだって考えたらあっということうん最初の時になかったの最初エ一郎が来たあいないですいないですメッセージだけ聞いたあの日はそうですあのリキャスでいやあの日はあれなんですよ。 栄一郎が、あの、こ、俺も行くから、こういうじゃなくて、お前はツイキャスで見とけって。言なんで一緒に来たらいいの?。っていうのもね、あの。来たらダメなんだ、見る側なんだと思って千秋が、の、復帰の日。そうですね。復帰の日に、まあ、えっと、ボンジョルノと。栄一郎。あと、え。あ、うん、栄一郎はもっといなかったんだよ。小賀さんじゃなかったですか?。高木だ。高木さんですか?。あ、いた、さいたボンジョルノと、高木がいたんだよ。たぶん。で、喋ってて、で、じゃ。 この人に来ててもらってますみたいなので千秋満を持して登場みたいな「ああ今日からです」みたいな。でやっててしゃべっ4人5人かで喋ってたら、はい、この窓の外にすっごい怪しい人が口はバン,ナバンダナで見えなくて、ね、で帽子も深くかぶっててもう目も見えないぐらい深くかぶってて <laughs>、はい、でいい黒い上と下。 上下<の>そう、はい、でもう見えるこの手首手首のなんていうのタトゥーみたいなそう袖と手首の間からタトゥーが見えてて <laughs> やばいやつ来たなって <laughs>、うん、なったらそいつが千秋さん復帰おめでとうみたいな膜をそうそうそう見せてきてえ <laughs>、うん、やば誰ってなったら栄一郎だったっていうの、うんうん、でそれを。<laughs> 家で見てて、うん、みんなのリアクションで「あ今栄一郎通ったんだ」って俺は思って <laughs> えって,やって,てみんな一回窓の外に目線いき通ったからそうやって見られてるの恥ずかしいな、ね、<laughs> 分析されてるのだから自分もその日ぶりかなっていう気持ちはありますね <laughs> ああ参,、ね、参加したのかなっていう気持ちはありますね <laughs> そうですね本当に初めてというか一緒にラジオさせていただくのは何ヶ月ぶりかわからないけどそうだいぶですよねでもその時から一緒に二人だけでやった時でこれその日貴教呼んだ時にヤバっ貴教としゃべることないなってなったわけその時そんなに仲良くなかったそうなんですよねそこまで深い関わりはなくて今も深いってはないでしょ ええそんなこと言わないでその時よりは喋ってたり仲はいいさねそうそうやっぱどうしよう今日めっちゃめっちゃ喋ることないと思ってだけど結局なんやかんやで超楽しくて一時間いっちゃった終わりっての本当に楽しかったねそう近くに友達がいたらしくて高奈あの追記してみてくれたみたいなそうそうはいはいらしいそうそれぶりの もので、そうそう、千秋とどんなことになるのかが楽しみだね。だから、なんで千秋よいや初めてだから。あもうそうなどうなるでしょうか。うん。でも顔の感じは似てるかなっていう。確かにそうですね。顎の感じが。やかましいわ。いや分からんからツイキャス見てる人以外は必要なのでこれ基本ね。顔がでかいのそれだからねあのラジオ聞いてる皆さんあのメールも募集してるので、はいぜひ送っていただければと思います。ファアドレスは。 七六一アットマーク fmkozza ドット jp はい七六一アットマーク fmkozza ドット jp でございますはいよろしくお願いしますツイキャスもやってますからねこちらもはいメッセージお願いいたしますこちらでもやっててあの窓の外でもやってるらしいんでねお願いいたします二十になって変な感じになるからそうそう分かんなくないいやいやじゃないからそうわかんなくなっちゃうでもありがとうございますはいお願いしますねあ ここでたくさん、あの、あ<っ>ツイキャス来てるんですが。あ、高乗ファンか高乗ファンと高乗の,の。 相方からも来てます。もう来てますね。あ、りがとうございます。え、なんちろは、今日は、お休み。え、ちろは、そうですね。え、ちろ呼ぶってなったけど。魚釣り。魚釣りに行ってます。あ、見た、みんな、ツイキャスで。ツイッターで。ツイッターで、みんな、います。だから、行けないんじゃないかってなって。そうですね。釣りとか。 僕は釣りできないんですよ。できかなが触れないってこと。いや、待てないんですよ。ああ、ヤンキーだから。じゃ、関係ないだろう。いや、待つヤンキーもいるよ。好きなエなんか。あ、確かに。こっちにも行って、授業しっかり。授業座って受けれないからね。うるさくしちゃうっていう。じかって聞かれます。先生お前、じ、じなのか。座って、よく言うやつ。本当にでも、待てなくて、この。あ、でも、本当、これがいいんでしょこの待ってる時間が。 何せんのみんな待ち時間ね。何なんすかね。まあれじゃん携帯触ったり。えなくなるでしょ充電。だったら携帯メインでいいじゃないですか。そう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 。本読んだりボードしたり。だったらもう本メインですよ。もあれじゃんずっとでも垂らしてるわけじゃないから垂らしっぱではないんじゃない？そうなの。まあ垂らしてある程度巻いてとか。ええ。一回あのイカ釣り？あそう。イカはずっと巻きっぱなしよね。一回釣りはなんかなんていうのかなこのね。キュッキュッキュッってやりながら。そうそうそう。どういうこと？ふりながら。一からしてうん。

まだい,いですよ、うん、やるることがあるからね、はい、楽しいだけどこの投げてもう待つっていう何があるのこれって思っちゃうでもなんかあるんじゃんこのなんか想像とかするのと楽しいんだってよそう<え>大体この辺にいるだろうなとかあ<ー>であの垂らす深さとかこれぐらいにいるんじゃないかとかそういうのがそういうのがあるんですねそういう想像。釣りはもう巻き

女の子だけどそう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 ナーツが好きでイカが好きなんだけどイカっぽいビキに来て水の中に入ってってそこで釣るっていうのが好きででも多分実際釣ったことがないからだと思いますねそう楽しいと思えてないの釣ってもでも針から取れないよねあの触ってって。 匂いついちゃうから女子みたいについちゃうからいや分からんよまず行ったことないからなでもまあちょっと行ってみたいな何か楽かあのかゃいまあそうだか月が終わってから初めての放送なのかなあ、そうかもそうそうそうかげが終わってから初めての放送なんですが終わりだしてでまあ平日公演もなくはいで 平日恋もなく営業もそのあっても土日とかはは、うん、はいはい、はいさあねでそのみんながなぜかあの釣りに繰り出すっていうのがめ、ねね、っちゃ流行ったよねにでみんなお気づでしょでも、うん、たまこさんなんて船釣りでしょ船、えー、にしかも船舶免許取ったってへ<お>えー だから今だったらもう自分で船運転して沖に出て沖,出て沖で釣れるんでしょ、えー、うわーすごーかっこいいすごーなんか多分結構でかいお魚取れるんじゃないかたまこさんたまこさんすご, <laughs> すごいな取ったってこの間ツイッターで載せてたけどへえー。なんかクーバさんも最近そのお父さんと一緒に船に乗って釣りしに行ったみたいなこと書かれててなんでみんなこんなに沖縄吉本釣り流行ってんだろう釣りすごいブームっすね今行きたい キャッチアンドリリースできるとこじゃあでもみんな食べるやつだな釣り堀釣り堀ね子供の国でもあるんじゃないですかあるあるあるらしいね行ってみたい子供の国自体全然行ってないから子供の国の釣り堀は鯉が釣れるんじゃないかな気持ち悪い。あ鯉が釣れたとあ気持ち悪い。やだで一回自分昔東南植物だけに働いてたんだけどお客さんから クレームががあっって東南植物け鯉いいいぱるじゃんなんか珍百景にも出たわけよへがめっちゃ多いっつって池にいっぱいいるんだけどそのお客さんからクレームで品がなさすぎるって鯉の鯉に品がなさすぎるっつってもっと餌をあげろっつってクレームが入ったことがあるえっあ余もっってるからパクパクしてるそうそうそうすぐさ人がいるだけでパクパクするわけ餌だと思って餌がもらえるとかいうそうもう下品だとこの鯉たちは。

全員に行き渡るのって難しいですもん絶対確かにねあの人数だったら人数恋数恋数だったらそうそうそうまあいいでしょう恋の話はいいですよ恋の話はいいですよはいえっとじゃあツイキャス来てるので読みましょうあっ飛鳥ちゃんこんばんはあっこうたこんばんはすかちゃんが高典さんだあっ孝典さんですよ

全国皆さんもご存知のキングオブコントの予選沖縄予選がこの3日間の間にどんどんどんとあって終えたのかな今日で全部そうですい昨日か昨日で終わったのかバイアスローンは月曜日発表わお来週の月曜日かなドキドキはい10日ですねどうなるんだろうねこれ何組とか決まってないよね 決まってる決まってないどうなんですかねどうだったっけななんかもう賞レースが決まってるんじゃないですか何組ってはいあオッケーじゃあその中の o k o k かな次が次はメインプレースかどっかでかなそれは O1 じゃないですかあそっか次どこだろう次も予選みたいな感じでやって漫才とコントどっちかなんで例えば1回戦漫才したら次そうするか でそれからのそれじゃん。はい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 。あそういうことね。怖い怖い。いいな楽しかったな。楽しかったな。よ楽しければもういいんじゃないか。もういいはいいんじゃないか。キングオブコントはもう結果が出てるからね。その当日だとね。すぐ出た。吉本芸人ばっかりだったんですけどね。あ、出てたのが。そうだったね。ああ出てたのがね。そっかそっか。 そうだ確かに何かあの花月の楽屋みたいな雰囲気はちょっと出てたねでも今まで,で今までというか、うん 1> まあ、m 1も前回の「キングオブコント」も沖縄花月でだったけどはい、はい、今回が「天ブスで」で、うん、あっそう アウェイ感というかあったあったあった周り見たら知ってる人ばっかりだったけどこの雰囲気で言うとなんかあでもちょっとみたいちょっとあのなんだっけショーレース感はあった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 慣れてないとこでやるって普通はそういう感じだはずよね多分それが普通なんですよねそのほうがでもあれだよね他事務所の方とかからしたらいいかもしれないよねフェアっていうかいつも立ってるステージに立つ

台風の重なったのかな、あの台風がなくなったじゃなんか、横通ってたやつ。そのと、その前の梅雨みたいな雨が。かぶったんかな。なんか数十年に一度の災害が起きるかもしれないっていうことで、昨日なんか警報が。それ、俺嫌いなんですよね。結構なんか、そうするもの。何年に一度とかって。わからないじゃないですか、正直。はいはいはい。だって、もう。 あ俺今4年に一度で出る何とかでしたわっつっても「あ, <laughs> あそうなの?」ってしかならないしさ <laughs> じゃあそれ小さいことじゃんいやいやいやでもこの数十年に一度の大災害がとか言われてもか分からんこっちデータとして取ってないから <laughs> いやただ大きい災害が起きますでいい<笑><笑>いいあいや何年に一度とか言ってなんか変な煽りを出してまあまあそれは分かるかもしれない橋本奈もさ <laughs> な <laughs> 千年に一度みたいな。<laughs> <ー>分からんわからん基準あるからそ。それは千年に一度か。 って言われたらせえ千年あった確かに確かに仕上がってたけど千年かもしれんよみたいな橋本環奈さんがそんなことないそんなことないって変だけどわかんないよ橋本環奈さんへのこのディスじゃないですよこれ千年一度って言ってる人のあなるねそうそうそう仕上がってたよ確かにかわいいかわいい確かに俺千年に一度それより俺かわいい子見たかもしれないし俺は俺の中では個人差あるしそうあ可愛いに個人差 あると。う高森は千年に一度何か俺はもう千年に一度のはい俺ですよ <laughs> <laughs> なんか千年に一度の俺って急にびっくりだよ <laughs> 千年に一度の俺ってそれはそ,れそうでもないけど <laughs> 千年に一度で生まれてきたかわからない,、ね、い一生に一度っすよこ <laughs> あスカちゃん今も雷鳴ってますう<わ><ー>すごい天ね怖いねでも笑ってるよ、ね 雷のなってます笑いや気をつけてそこまでじゃそこはそこまでなんじゃない？あすかちゃんのとこは佐川なってるだけぐらいのそう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 場所によってはね溢れてるとこそうだね土砂災害とか孤立してる村もあるみたいよあやばえっと裏添えののりさんお疲れちゃんよくピンクの服似合ってるねって本当ピンクだけ買おうかななんだはいエイチローエイチローところで C.M. お願いしますって まだです。はい、あすかちゃん。あ、栄一郎さん、過去のお化け屋敷でのあまりいい思い出がないですそうなんですよね。そうなのらしいね。あすかちゃんだって栄一郎があれでしょガイドしたら泣いちゃったんですょあの、僕が、あの入り口案内する係で、あすかちゃん来て、こう、 一郎さんが苦手なんですみたいな。あ、もうすぐ。で、それ知ってたんで、僕が嫌いなんだよねっつったら。嫌いではないです。苦手なんですよ。ちょっとやっぱテンションが合わないという。苦手なんですよね。大人な言い方してくれて。る高校生であっちの方が大人の対応してくれて。で、上に上がって、まあ、一郎がこう担当して、バーってやるんですけど。 あの僕はその時一緒にいなかったんですけど遠くからもうエイチローさん嫌いって嫌いになっちゃったって苦手じゃなくて苦手だったのに嫌いになっちゃったよと思って大泣きしてなんでなんですかねあのエイチローのあのテンションと合わないのかもしれないですねなんかあのあすかちゃんがえっとこの沖縄かケツきて泣いたのはえ 新喜劇か新喜劇が最後だって思って泣いたのと栄一郎にガイドされたささよすごいかわいそう同じ涙でこんなに違うかそうそう何しさん太郎栄一郎やめてください今度来た時は飛鳥さん優しくしてあげて優しくしてくださいでのりさんがルアーのことでしょって ののやつちょっと難しくねわざわざ言っちゃって栄一郎よきところで面白い話をお願いします振りが下手くそえ前栄一郎暇なのかな暇だなこいつ暇してるな呼べばよかったえっと飛鳥ちゃんがああ終わってあかゆうさんかゆうさんう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 んスタジオ側こんばんはツイキャスユースト側のみんなこんばんはラジオ聞いてるリスナーさんこんばんは かゆですかゆですみたいな感じねそうかゆちそういうことねなにこれはこういう感じで読まないといけないっていう縛りがうん気づいたら疲れたこうなってた次はねあの復帰した時にはねそうなってたそうなってたなんだこいつみたいななってたなんかわかんないけど疲れた全然入って来てないから内容かゆさん もう言い方に全部引っ張られて内容入ってきてこんばんはしか覚えてないこんばんはしか言ってないから実際大丈夫大丈夫え一郎そろそろ釣りの話締めてください夏したいことをお願いします夏にしたいことねうんないですはい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 はーベキュー。はいはいり。はいはいかっちゃんさん恋するかっちゃんさんゆかちゃん千秋ちゃん孝典さん こんばんちーっすやっぱ恋する夏だぜ。ふう。あ、確かにね。恋する夏。る夏うわ、そんなのすっかり忘れてた。<laughs> <laughs> うわいいな。一年中恋してるからね、ちゅうきは。そうね、旦那,ね旦那に。そうそうそう。うわいいな。お祭りとか行ってさ。うわー。 誰に見せるのかな浴衣着るんでしょ誰の話してんの誰の話してんの昔の話さ <laughs> 昔の <laughs> わからんわからん何年前の話もう十年ぐらいになるんじゃない <laughs> あっという間に浴衣,浴衣ってそうだよね着るとあ浴衣着た浴衣聞きもいないもんね ない。これだけですよね。夏の祭りぐらいですよね。でなんか高校の文化祭ではしゃいできちゃうみたいなあるんじゃん。えない？あの三鷹工業はそうだね。三鷹工業で女いないし、あんまり。あそうなんだ。確かに調理科ぐらいではね。三鷹工業は調理科あるんだ。調理科はありますよ。だから一クラス二クラスぐらいしかいないし、ょ女の子って。女の子はそうですね。調理科の一クラス分と。 あとはこの建築関係にちょろちょろっているっていう感じ結構クラスあるよね。建築とかも六八ぐらい。五個あります。科が五個あって、は七七クラスあります。五個もあんのか。はい。七クラスぐらいあってそのうちの一人一クラスぐらいが女の子なん少ない。もうそうそうそう。工業科そう工業科と調理科の等はちゃんと分けられてるんですよ。ええ。 やっぱで、そのイメージがあるでもミサ工業僕らは土足なんですよ僕らの党は工業党は調理党はスリッパで綺麗綺麗綺麗にクーラーついててクーラーのついてないついてるもあるんだもうだいぶ差がすごいよすごいねすごい工業高校ってそんななんだねまあ全部かわかんないですよ僕ら例えばまあ僕らはこうでしたそうだって未来効果とかだったら最初 になる前かな女の子2人ぐらいじゃなかったかな多分2人全体の未来効果って何と何がどうなって未来効果はそうそう中部工業中部工業だから2人がモテるモテるだからなんていうのどんどん可愛く見えてくる正直見たらそんなにみたいな子でもそうそうそうめっちゃモテる って思えるぐらいで、えじゃあそのなその二人の間になんか嫉妬とかあったはずね。わあどうなんですかね。なんか私の方が可愛い。あそういうこと。そうだって二人はチェアフヤされてるわけじゃない。同じぐらいに。だけどなんかその中でもは私の方が可愛いしみたいなのは仲良くしつつもあるのかな。あるんじゃん。かもわかんないですね。だってこんな二人で男人たちと急に芽生えいでもこれあれですよね。この二人がどっちまあどっちもうん。 彼氏作ったらもう。ああ、やば。反乱起きますよ。で、いっぱいいるんじゃん、なんか。ね。いると思う。いると思う。思う選択肢。選択肢。 キープ、キープがいっぱいそんな子じゃないっすよそんな子じゃないっすよ、そん女の子はそうだね、そうだねそっかそっか、今実際にいる人の話だからねあ、そうか俺は分かんないっすけど、そんな子ではないっすよ今何も考え、ね。あなあなたのことじゃないえ届か読んでなかったかなーあこんばんは ちゃん、バイアスランの結果楽しみです月曜日まで待てないですあそうでんか結果出てるみたいなツイッターで出そうみたいなのが出ましたからねやっぱもう知りたいですねあそうそうそう男性の方がね俺のこと言ってって言ってるけど名前も何も知らないから名前も知らないし言うたんびに恥ずかしくなって隠れるのやめてくださいアップルティー持ってるって情報しか知らないですよと。 中分の人がいっぱいるプ,ロプロボーラプロボーラーの方がね、うん、プロボーラーの <laughs> 多分違う多分違う、ね、<laughs> ガタザ<さ>はう違うでしょうあれ楽しんでくださいね夜の小座をね <laughs> えっとアスカちゃん昨日のインスタに載ってたキングオブコントの裏側みたいな動画にちょいちょい高野さんが映ってましたよ上半身裸で笑 なんかこの書き方したら俺変なやつみたいなコンあの上半身裸で出てそういう準備のためにもあはいはいそういうネタだったしねそうでちょろっと後ろに映ってたっていうはははいいい。なんか俺。ではしなかったの この動画に動画には出てないですね出てないいのに足をチェーンでつながれてたんですよああそうだったねコントのあれで足をチェーンでつないで準備してたんで呼んでもいけないぐらい移動の仕方も上半身裸で足を椅子にチェーンでつながれたままチャリ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 って何の音と思ったら孝則が引きずられて歩いてたから何のネタすんのかなそうなんですよねいいな楽しいね楽しかったね楽しかったえっと浩タ リスプサービスさんもオリジンから受かってました <laughs> そうですねそして落ちた組はしんとすけとハイビスカスパーティーがよかったですマジでお<ー>ありがとうありがとう声 <laughs> <laughs> するかっちゃんさん3人に会いたいさ <laughs> ゆか肩の方を破けてるねそう破けてる破、うん、いてきたこれ破、うん、いてきてないでしょえっとノリさん今仕事ないから毎朝ごっぱちのくもじに立ってるよってごっぱちっていうんですか

や南部南部南南南部部部でも330は330でしょ330330個性出してくればいいのね5 8え8 3 3 0 3 3 o とかなんか58っていうぐらいだったら32958だからおかしいんだねおかしいでしょ585858あれでしょ他局の手振りのやつでしょのりさん あそうそうそういつも朝ラジオ見に行かれるそうでそうそうそうなんかあるらしいですよそういうそういうのがある何だろうねはいなんで今仕事ないの運転手は運転手配達だっけえ分かんない仕事はえそうそうそうえっとコータ今月浦添では年に一度の大イベントの一つの手だ祭りがあります手だこり何月今月って書いてあるよ今月なのわ早四月にあるんですね。 手だこ祭り誰か営業とか行くのかな行かないんじゃないなんか <laughs> そんな雰囲気出てない <laughs> 手だこっていつも誰も行ってないのかな行ってないんじゃないはごろもは聞いたことあるけどそう,、ね、そうなんですねじゃあぜひあのどこでやるんですかね聞いてる方いたら読んでいただければそうもしくはあの普通に遊びに行くのでね <laughs> <laughs> 読んでくれた方がいいでしょう <laughs> 手だこ手だこ祭りにすか <laughs> ちゃん雷ひどすぎて明日また寝不足になるかもしれませんでも昨のの夜はずっと雷が光ってました怖いねう、うん、ずっとそれだったら。 超怖いえっとのりさんごっちってデコぱちみたいのりさん俺が働いたら赤字になるってどううういも何したん何したんえ自営業いやそんなことゃない自営業だったら働いても赤字にならないか確かに浩タ3年前まで吉本沖縄芸人が営業に来てたよってあそうなんすねすごいね浩タ何でも知ってるね浩タすごっ 辞典、ある。辞典、芸人辞典。芸人辞典です。で、えっと、今のところ、これぐらいかな。うん。ですね。メッセージもね。はい。メールも待ってるので。はい。あ、七夕じゃん。あ。明日七夕だね。明日明日です。結果があったら、もう明日ですよ。あそうなの。はい。お願い。7月7日ですよね。 うん、7月7日あそういえばさたまたま流房に行ったんだけど短冊が置かれてて、はい、で一人だったわけ、うん、ちょっとお化けの前に時間があってね、うん、仕事の前に時間があったから、うん、じゃあ書こうっつって、うん、お金がもらえますようにっつって書いたわけたで, <laughs> でお金がもらえますようにっていうのを書けて。うん 写真そしたらさよく見たらその隣の短冊にさ多分1年生ぐらいの字じゃないかな、うん、全ての人がずっと平和でありますようにって悲、はい、しくなった自分が <laughs> 大人のね自分の小ささ全ての平和をなが願ってる子供がいるのにその横で,横で大人は。 ねえ、織姫彦星だった？織姫と彦星。お金くださいって。なんだこいつ。なんだこいつ。けれてきたね。けれたね。になるにつれてね、汚れてしまいますね。さあそろそろ三十分なので、コーナー行きましょうかね。CM を挟んではい、それでは CM。そう、コーナーがるんですよ。何ですかコーナーって。いや言ってくれないとコーナー最初で。 こうなるんすよねそう覚えてた次の週は思い出したよ観光で使えるトルコ語講座トルコ語講座やるんすねはいよかったらトルコ行かないですけど大丈夫ですか俺大丈夫いつか行くことがあるかも営業で行くかもしれないトルコにあるかも売れた営業でトルコに営業で何すんのもしかしたらっすよもしかしたらもしかしたら断るかもしれないですええええってよ急に行って まあ行ったら仕事って急に入るじゃないですか、うん、急に「じゃああさってトルコね」って言われたら俺「いや無理です」って言うかもしれないでイスタンブいいとこだから行ってよ <laughs> いいとこだとしても。

え、トルコ語なんですかトルコ語、そう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 トルコどこに似てるんすかなんかえどこだろう何か近い言葉は中東うん何だろう近いのってあるのかな鉛がちょっと違うとかでもなくもうがっつりじゃない全然違う,もうちゃんとハデカドラか鼻ナデカですか あ本当だ花,でか花の穴にねいてよ計500円や、ね。<coughs> はい、それでは、このコーナーに参りましょう。<laughs> 南の島から、メルハバーメルハバとは、トルコの言葉で、こんにちは。<laughs> このコーナーは、えー、<laughs> ハイビスカスパーティーの、千秋が、トルコの人の旦那さんを持ってるんですけどね。えっ、ー、と、その千秋が、えー、皆さんに、トルコが教えていきましょうという番組でございます。<laughs> はーい。い,<や>じいじゃない <laughs> えこれどんぐらいやってんですかこのコーナーは。そう数えました。あ最近までね数えられてなくて十数回みたいな。そうね慣ったんだけど意外に数えてみたら今回第十三回目らしいです。意外にって何どっち多いの少ないの。もうちょっと多いかな多いっていうそう十三回やってるんですよね。はい。でもっと説明うまくならないって普通に言う超上手だったから。

キャンキャンキャン続けますかはい。まだ彼女がいるから、まずはちょっと復習みたいなことがいいそうですね、そうしてほしいですね。どういう流れなのかというか。普段どういうことやってるかっていうまずはですね、あ、じゃあこれがいいですね。はい、じゃあこれ絶対覚えていただきたい。トルコ語いきましょう。チンコ、バクバクバク。嘘だろせーの チンコバックバックバックそうだのかねええこれ男の人の声で初めて聞いたえこれえどういう意味なんですかあ途端だよ見て見てそうなんだよもうこれもう聞いてる人はもう別に全然リアクションしない途端のこと言ってるなじゃじゃあ待って待ってくださいよあのえチンコバックバク言ってるからえっていうのもあありましたし意味を聞いて途端だよ見てっていつ使う あ見て見てトタンだよ。じゃあこれ実際に使ってたんです。そう。かわれたの。違う違う使ってたとかじゃなくて。トタン見てって見てどうする。おうってなるじのお母さんに言われたんだからこれ。トルコに行った時に。トタンだ見て見てって。そうそうそう。一ヶ月ね日本語全く聞かない状態で、もう帰る一週間前ぐらいにね、チンコバクバクえチンコ久しぶりに聞いた言葉がチンコ。久しぶりの日本語がチンコバクバクだね。 そ不肖トタンって意味だぞ。トタン屋ね。トタンのねお家があるぞって。でパクパクが見てみてって。まあ普段はねまあメル幅とかね。挨拶とか教えてるんですが、こんにちは。今回はねあの旅行に行った場合、今までは沖縄でもしあのトルコ人出会った場合、を想定してね。いやそれでも使わんやつばっかりだったから。いやいやいや。ちなみにちなみに日本語で言って今まで教えてきたやつ。あ日本語で言うとしたらえっとご冥福をお祈りいたします。 これスタートね。あなたの毛せあなたの背中毛深いですねとか。私はあなたの養子にしてくださいとか。お金くださいお金くださいも。えこれあれですよね。あの観光客のトルコ人に言うっていうつもりで教えてたんですよね。うすまトルコの人に。バカやろ。バカ。距離を縮めるためにね。なんだっけ私の密を何とかみたいなもあったあった。先週かな。あのなんだっけ私のあ。 私、え何だったっけな私の蜜をなんか飲みますかみたいなどしもれたみたいなやつだったね捉え方しないたけどどしもれたねこれはちみつ…あ、君のはちみつ食べたいなっていうトルコ版のプーさんみたいなそうそうそうセニンバルイスティアルンっていうそれそれだそれ君のはちみつ食べたいなってい加減にしなさいとそうそうそう使えないものばっ そうですね。最初はしっかりしてたんだけどだんだん自分がね、飽きちゃってどん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 変化を加えたくて回てだけど一回戻しまして今回は皆さんがもしトルコっていうのはね結構人気なんですよ旅行行くとしてはランキング的には上位に入るぐらい人気なのでそこに行った時に使えるやつを。

あ、もう意味もわかりますね。これはレストランどこですか。そう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 。使いやすいでしょ。ちょっと講座っぽい。あ、でも本当にね。これ勉強になるこれは。覚えるためにもう一回言ってみましょう。かはい。レストランでで。あ、いいです。ねこれはね、覚えやすいし、使いますね。そうそうそう。レストランとかトイレとかは。じゃあもう最後にね、一個だけ。じゃあ最後です。いきますよ。ベンキミム。え？ベン さっきよりは覚えやすい短いかもしい。じゃあ皆さんでいきますか。はい。せーの。弁、キはい。これですね。なんて意味ですか私は誰れ。え、やば。怖い怖い怖い。トイレどこレストランどこ

ンベン君、ミン。ベンはもう私だから。まあ、そろそろ覚えるでしょ、ベンは。ベンは覚えないよ。ベンでとか聞いたこと,ベンたことある。私もベンで。 あ〜、ベベンンンンキキミミそそうう、なんかあのいつもだったら使わないでしょってなるけど使いそうだなってちょっと思ってたんですけ私は誰は「ワイ」が本当にあれかわからないトルコ語か知らんけど「ワイ」って言ったら多分ね「ベンキミン」って言ったら多分向こうは「ナプユンクズン」って言うのも多分えな何て言ったんですかこれ。 どうしたの、お嬢ちゃんって。どうしたの、お嬢ちゃん。心配、おじさんがね。どったの、って。子供に接するような感じでね。心配してくれて、多分そうなる。優しい人今回はね、でも使えるでしょう。ままああ前前回までよりは全然使える。覚えてよ、ベンキミン。 てか最初から使えることはちゃんと教えてるからね教えてないよ教えてるよ絶対教えてないただ後半のだけ覚えてるからちんちんでかでかしか覚えてない違うってこだからちんこばくばくちんちんでかでかはそのもの皆さんが想像しているそのものそのまんまちんちんでかでかしか覚えてないそれは覚えてないじゃなくて覚えてないよそれは覚えられてない覚えられてないない 違うかそんなん教えてない <laughs> っけちんちんバクバク 違うチンコバクバクバクあ、チンコバクバクバク違うよ今日はトばれて寝れでだからねそうそうそういやもうこれでもう今回もチンコっていうのを習ったみたいなイメージがすごいやばいこれさ三週ぐらいこんな感じで続いてるわけいや分からんじないもんだこれしか覚えないわけよチンコでかでかしか覚えてないそう、全然本当にね教えてないやつはあまりにもねあのインパクトがあったからちょそれはねトゥバてネ 皆さんも覚えてくださいはい。じゃあねまた来週は来週ももちろん使える教こを教えていきたいと思いますので皆さん覚えましたでしょうかそれでは来週も楽しみにしててくださいねバイバイはギュレ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 それでは皆さんギュレギュレ はいというわけでねもうそろそろねお時間も迫ってきてるということですけどもねあれですね最近英一郎今このラップのなんか言ってたじゃないですか音あはいはいはい待って待って返事はして相撃ちわうって相撃ちわうんじゃなくて会話として相撃ちわうとゆかさんもう仕方ないどうしたどうしたこの子女の子だから仕方ないそういうモード入っちゃったからうんじゃないからうんじゃないからじゃこの英一郎の このラップとか今僕らグリーンノートが押してるのが A ちゃんの一発ギャグをめちゃめちゃ押してましてあえそうなんだそうなんだね一発ギャグあいつめっちゃ得意なんですねいっぱい持ってて好きで一発ギャグまあ押しててはいで漫才の一個の中の一発ギャグで「海は広いな 3LDK 狭い」っていう一発ギャグがあるんですよあるんですよ 歌うこの海は広いなっていうのを歌う機会というか、ちょっとポンって浮かんで口ずさむ時があって、そこでなんでか知らないですけど、俺普通に海は広いなさ L D K あ違う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 でも E T のこの一発ゲームにめっちゃ影響されて、もう当たり前と思って三 L D K スマあ違う違う違うあ一発ゲームの方だったこれと思っていや分かるわあるあるそういう時ある何だったっけと思ってあのかあれ歌っちゃいもん。

でそんなあの栄一郎なんですが、すあのどうやら暇じゃないみたいで、え,うでえどういうことなんでしょう。う今ね、松田洋子ひろとさんからラインが来ました。はあ、<え>元気そうで何よりです。 一緒にいるってことです飲んでるみたいですね飲みながらじゃあ僕たちのこの映像をつまみで二人とも顔真っ赤えいちろんもお酒あんまり強くないからすぐ真っ赤になるんですよねそしたらまたさんも真っ赤でちょっと今飲みながらきもう聞いてないのかもしれないね一郎ち出てこないから楽しんくださいねさあでどうするやるのこれレベル上げですかあ最後でもいいですよあわかりましたはい さあでねすかちゃんからゆかさんのおでこが光ってますそう光りやすいんだよねゆかのおでこ光りやすいこうやっておでこを見せて前髪とか上げてる時にあクーバさん私たちの先輩のクーバ y o さんという芸人さんがいるんですが遠く目が超悪くて眼鏡とかかけてるんだけどかけてない時に遠くからあのおでこの光り具合でゆかって分かったって「だか手振った」って言う。 光り方はあれはゆかだなって。なんでかなアが多いのかな。でも乾燥肌だよ。でもどうすんのかな？近くにだったらめっちゃおじさんとかで。やばいやばい。同じ光り方で。あるかもしれない。ある絶薄いね薄いハゲ。やばいやばい。僕はですねもう肩幅が広いっていうクーバさんが自分がいや僕です。広い広いんですよ。あの普通のまあ僕と同じぐらいの身長の同じ年の。 まあ男性を測ったらまあ43から45が平均だったんですけこれちゃんと測ったんですけどで身長180ちょっとあるやつがいて友達にそいつ測ったら48とかで身長ちっちゃいやつ測ったらまあ40とか僕あの身長173から5ぐらいなんですけど5 0ンチあって。 普通の人より5センチ以上は5ンチ以上ってなかなかだねうん、うん、めっちゃ広くてスーツとかも全然選べないんですよ<ー>肩に合わせたらもう袖も丈も長くなるし<ー>丈と袖合わせたら肩がキュッてなるみたいな<ー>じゃあもうあれオーダーメイドしないといけないっていう感じには。 なれますね無理して吐くかはいでクーバさんも広いんですよねクーバさん広すぎるクーバさんはやばいある日そのクーバさんに歩いてたらお前肩は広いなって言われてクーバさんもでしょクーバさんもでしょってクーバさんなんか巨神兵みたいなタイプなんか肩がでかくて顔がこの埋もれてるように絵描いたらそうなっちゃう多分僕とクーバさんが共通して言われたことあるあだ名はトイレのマークって言われる逆三角形の 似てる。似てるって言われる。似てるぽいぽい。そうだね。あれだじゃ、あの、学ランにカッターパット入れないでいいんだ。学ランって入れないですよ。あの、違う、ヤンキー、そういうイメージというか。ああ、がたい方は。そう、ヤンキーって、カタパ、カタパンじゃない、カタパット入れるの?。入れないと思いますよ。刺繍は入れるけどね。こんなイメージある、なんか。 えそれアメフトじゃないですか。アメフト。アメフト選手じゃないですか。肩上がってるの。エガのイメージごめんね。エガのせいでごめんなさい。ヤンキーと接したことないから。イメージでしか。極力避けてきたからヤンキーを。そうそうそうなんですよね。ごめんなさいね皆さん。私の私のね勝手なイメージのせいで。でノリさんがねさっきからあのトルコ語を言うトルコ語。 いーアクシャムラル。あ、こんばんは。おお、そうそう。イーアクシャムラル、そう、こんばんはってことですよ。テシェッキュルエデリム。あそう、ありがとうございます。わお、すごい。あっ、そう、これもやってるよ。うそな、なゆかさん覚えていせめてテシェクラエデリムはわかるでしょ。聞く聞いたことあるな、ぐらい。テシェクラ。テシェクラは聞いたことあるな、ぐらい。ありがとうみたいな感じ。軽い感じ。軽い感じの。 あのりさん覚えててくれたってことうわーすごいためになってんですね、ちゃんとでもゆかさんが覚えてないからためになってないみたいなだけど使うことあるのかな、でもねあるあるあのあれって、トルコの人7人いるんだって7人うん、沖縄に少な一人やちやききさんの 旦那さんですねじゃああにと人がでも夫婦はもう帰っちゃったからもしかしたら減ってるかもああそうなのうんうんそんな数え切れるぐらいなんそうそうそうんか集まりがあってああ県人会みたいなトルコ会みたいなあれがあの断食トルコ断食があって断食が終わった後にご飯を食べるって集まりがあってその時に結構集まってみんな集まってそうそうだから日本にいるトルコ人は大体みんな繋がってるええやっぱ少ないからじゃない 逆に少ないからこそ集まれるっていうか日本で見たら多そうだけどねそうですねうんああそう全体で言ったらね沖縄で北海道には2人いるええ少なもうちょっともしかしたら増えてるかもしれないけどすごいんか知らなかったえっと浩太ハイビスカスパーティーさんライカムは来ますかまだかんないそう仮です でのりさんは、はい、あの覚えてたとかじゃなくて今調べただけ調べたんか若干思ってたよのりさんもしかし殴たんだろうな,<し>たろうなみたいなでちょっとあのーね、気になる方がいらっしゃって、はいはい、初めての方なんですけど、はいはい 釣り太郎さんが<あ>釣り太,太郎さんはじめましてああお茶をくれました <laughs> <laughs> 通りすがりの釣り太郎さんはわかんないけど釣り好きなんでしょうね釣りの話してたから <laughs> 釣り好きなんでしょうね <laughs> 多分 釣り太郎さん自撮りだよ。釣りの話に引っかかったんですかね？釣りだけに。わー。クイって釣られたのかな？ってじゃないよ。聞いてないですよね。もうお茶差し出しただけ。ありがとうございます。はい、じゃあもうあの50分なので告知しましょうか。一見だけちょっとありまして。そうあのね、8ヶ月が終わってから急激になんか話すことがそうなんです。ライブはもう告知のね。まあ今回も多分7月は一。 本しかなくてその1本が僕らえ5期生の同期ライブ「グリーンノート・ボンジョロのマルキオビル」の「レベル上げネタ日本とトーク」というライブがありましてまあこれだけだと思うんですけどこれがですね7月23日の日曜日日曜日すごい行きやすいんじゃない日曜日のえ19時からであの場所がですね那覇のバンターハウス。 桶川の裏の方にあるんですけど簡単に言ったら裏の方みたいなそうね順久堂の向かいぐらいかなそこら辺ですね降りていくところね地下にはいそうですああそうなんですね奥は行ったことないんで分かんないですけどもそこら辺に行ったところ江通りにありますよバンターハウスってとこで19時からチケットが1000円ちょっと今回からもう 借りるということで、あのー、すみません値上げも元々500円だった、まあでも1000円も行きやすいと思う、はいはいすい、そうですね、手手が届きやすい、でも今まで多分バンターハウスってよくあるのがチケット500円プラスドリンクで500円だったんですけどもドリンクとかないですもうそのチケット1000円買い切りなんでドリンク500円とかはないんで、はいはいはい、うん、ま,あまあまあまあっていう感じでチケット1000円なのでこれがまたあの席がですね80ぐらいしかない。 行ったことあるんだけどか月もしっかりしたなんていうのすり鉢状じゃないけどだ,んだ,んいだから200あっても、まあ、遠くても見えやすいっていうところだったんだけどもう80席っていう。 もう個人マリしたところいい意味でねこじんまりしたそうそうところだからあの舞台とお客さんがすごい近くてめっちゃ近いそうそうすごい近くてだからあのなんていうの親しみやすさがもっと出てくると思う今までより距離感が近いだからぜひ行ってみてください今までレベル上げて100超えてるんですよお客さんも毎回今まで何回やったの三回やって次四回目なんですけど全部100超えててだからその計算で言ったら20人は溢れるんですよ。 後ろが立ち見が立ち見プラスで80ぐらいって言ってたんで80前後って言ってたんでほんとにあのなるはやでなるべく早くちょっとチケットを出演芸人さん持ってますんでブリンのとボンジョルのマルキュービルの6人がありますのでちょっと声かけてくれればちょっと大きいチケットというかチケット取っとくんでこれ当日も1000円当日も1000円ですね。あ、なるほど なんで一応早めに連絡くださいということでございます。ぜひ遊びに来てください。はい、どうぞ。お願いします。そして。あとは。そうですね。じゃあ、えっと、辻元茂雄。絆で三十周年記念ツアー。急に。急に。そうなのよ。急にですね。すごいツアーがございますよ。七月二十九日土曜日。の十二時開演。十三時、あ、じゃない、十二時会場。十三時開演。で、場所が沖縄市民会館。 中意の人は近いですね。はいうん、そでそこでチケットが前売り五千五百円、はいで、当日六千円となっております。うん、えー、いいですね。

土日にいろんな営業ね皆さん入っているのであのツイッターでとかのフェイスブックとか SNS でそれぞれ入れていくと思うので今、タイムラインも吉本が公式アカウントでそれを登録しておけば情報が。 勝手に入ってくるらしいのでも<さ>そういいよね。もしかしたら私たちもそれによってえ今日あえ A1 のってなるかもしれない。可能性十分にあるから。それ,それで知るの嫌だな。<laughs> <laughs> なったかな。皆さんもぜひ登録してみてください。あの公式インスタグラム。インスタとかもあ,り、はい、あります。そうそう。インスタはまたあの裏側舞台裏とかね。 動画や写真で中継とかしてるので、はい、タイムラインはね、はい、吉本エンターテインメント沖縄で検索すれば出てきます公式 LINE だよね公<式>タイムラインじゃなくてじゃあ皆さん検索してみてください、はい、さああともう1分なのではい 今日どうでしたか。いや久しぶりで良かったです本当に。楽しかったですね。早かったな本当に。そうね。本当に思ってる？なんかさらさら言うからね。本当にいやもう本当に早かったなと思いますよ。また来週も出ます。はいはいお願いします。じゃお願いします。じゃ皆さん今日もこんな時間まで聞いていただいてありがとうございました。また来週もぜひ聞いていただければと思います。それではおやすみなさい。バイバイ。バイバイ。